アベノミクスの第一の矢、第二の矢、これは結果が出てます。株価は上がってます。僕はこの点については安倍総裁評価しております。株価が上がった、このまま日本の経済を上向きにするためにはどうしたらいいのか。簡単に言えばやることは2つなんです。日本の競争力を高めること、当たり前ですね。もう一つは社会保障を安定させる。農業の成長のためにやらなければいけないことはたった一つなんです。農業協同組合の大改革なんです。外国人観光客を増やして日本でどんどん買い物をしてもらう、それはいい、そこは認めます。しかしそれをどうやってやるのか。それはたった一つの大改革なんですよ。カジノの解禁なんです。これしかないんです。批判を恐れて、反論を恐れて、選挙を恐れていてはね、日本にとって必要な改革はできない。社会保障を安定させるためにはやることはたった一つなんです。お金がないんだったら国民の皆さんに負担を分かち合いましょう。それしかないんです。年金をもらえる年齢、これを段階的に引き上げていかなきゃいけませんね。と、慰安婦をめぐる発言でね、いろいろ皆さんにご心配をおかけしましたが、あれは今日もいろいろ来てますけど、メディアの大誤報ですから。かつての日本兵、慰安婦を利用したことを正当化したこともなければ容認したこともありませんよ。日本がやったことについて反省すべきところは反省する、謝るべきところは謝る。ただですね、日本が不当に侮辱を受けた場合、事実と違うような非難を受けたら、それは猛抗議しますよ。